キリト君、絶剣って知ってる？絶剣？ああ、最近噂になってる辻デュエルをやってるプレイヤーのことか。うん、なんでも立ち合いを希望したプレイヤーを全員返り討ちにしてるんだってね。 OSS をかけてるからそれでも挑戦するやつが後を絶たないらしいな。その人の OSS って11連撃なんでしょ？それだけの技を編み出せるなんて一体どれだけの剣豪なのかしら。今までスバルトエリアの攻略にかかりっきりになってたけど、この辺りで俺も一度手合わせ願いたいな。うん、私も興味ある。その OSS がどんな技なのかも見てみたいし。でも辻デュエルでは一度もその技を使ってないんだ。絶剣に OSS を使わせるほど追い詰めたプレイヤーがいないってことね。絶剣が現れたらしいぜ。あの辻デュエルの気になるな。よし、行ってみるか。うわっ、リザイン降参だ。もうデュエル始まってるみたいね。どんなやつなんだ？他に対戦する人いませんか？もしかしてあのインプの子が絶剣？あ、あの子 SAO であったぞ。アインクラッド100層クリアした後、ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。名前は勇気。なんでこんなところに。あ、いや、もともと ALO のプレイヤーだったのか。おそらくネットワークの混戦か何かで SAO に迷い込んでしまったんだ。キリト君、どうしたの？いや、絶剣って女の子だったんだなと思ってさ。私もびっくりしたよ。絶剣っていうくらいだからもっとごついアバターを想像してたもん。あ、お姉さん、やる？え、私？よかったな、アスナ。本人直々に指名されるなんて。うん、じゃあやってみようかな。オッケー、よろしくね。これだけ戦えば僕は十分だよ。ん？ねえお姉さん、お願いがあるんだ。うん、僕と一緒にスバルトエリアを攻略しようよ。ダメかな、仲間に。いいかな。お願い、仲間に入れてもらえないかな。ああ、わかった。別に断る理由もないしな。そうだね、こちらとしても心強いわ。やったー、ありがとう。じゃあ改めて、僕は勇気って言うんだ。私はアスナだよ。俺はキリトだよ。ありがとう。仲間になった記念に集めたアイテムを渡すね。あ、そのアイテム、それで古びた鍵をきれいにできるかも。試してみるから後で工房に集合ね。みんな、これからよろしくね。くれたあのアイテムを使って、できたわ。成功。どう？この鍵なら使い物になりそうよね。リズ、ありがとう。こ
これで攻略が進められそうね。毎度。相変わらず悪どい商売やってるな、エギル。おう、キリトじゃねえか。今すれ違ったプレイヤー肩を落として帰ってったぞ。まったくひどい天使もいたもんだな。バカ言え。さっきの兄ちゃんはちゃんと納得して売り渡したんだよ。納得ね。そのいかつい形相と巨体にねじ伏せられたんじゃないのか。容姿だって立派な商売道具だろ。で、今日は何の用だ。まあ、買い取りを頼む。これなんだけど、いくらくらいつきそうだ。結構いい武器じゃねえか。本当に売っちまうのかよ。まあ、俺が持ってても使わないからな。せいぜい金持ちに売りつけてくれよ。任せとけ。あんまり稼がせてもらうよ。おう、エギル。なんだ、キリトもいるじゃねえか。クラインか。なんか売りに来たのか。ああ、こないだクエストをこなしてる途中に面白いもん見つけたんだよ。レアアイテムでもドロップしたのか。レアといえばレアなんだろうけどな。まあとりあえず物を見てくれよ。宝箱。普通宝箱って中に入ってるアイテムを取り出すだけで。もうそうなんだけどよ、こいつだけはなぜか宝箱ごとストレージに入っちまったんだよ。そんなこともあるんだな。それで中には何が入ってたんだ。それがよ、どうにもこうにも開かねえんだよ。なんだそりゃ。中身がわからないんじゃ買い取りもできねえぞ。やっぱりそうだよな。これじゃ本当の意味で宝の持ち腐れじゃねえか。残念だったな。くそ。いや待てよ、そういやスプリガンってトレジャーハントが得意だったよな。ああ、そうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は見られるんじゃねえか。いや無理だろ、そんなスキル持ってないし。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだな。それより宝箱を開けることを考えようぜ。なあ、この宝箱鍵穴があるけど鍵は見つからなかったのか。うん、パーティー組んでた奴らと一緒に周辺を探してみたんだけどよ、鍵らしきものは見つからなかったぜ。そこで相談なんだが、キリト一緒に探してくれねえか。俺が？見つからなかったんじゃないのか。頼む、もう一回だけ探してんだ。お前しか頼むやつがいないんだよ。わかったよ、俺も宝箱の中身が気になるしな。おお、ありがとうよキリト。その代わり鍵を見つけて宝箱を開けられたら中身は半分もらうぞ。結構持ってくな。わかった、その要求飲んでやる。半分にできないものだったら俺が買い取ってやるから金を折半するといい。ちゃっかりしてるな。それじゃあ準備ができたら読んでくれ。俺はいつでもいいからよ。ああ、わかった。クライン、準備できたぞ。そっちは準備万端みたいだな。おうよ、それじゃあ行くか。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。なんせあの宝箱はここで見つけたからな。探しても見つからなかったってことはモンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど、前に来た時は雑魚しか倒してねえからどっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。おう。
おい、キリト、あれを見ろ。他のモンスターとは違う雰囲気だ。もしかしたらあいつが鍵を持ってるのかもしれないな。それはあいつを倒してみればわかることだ。キリト、準備はいいか。なあ、クラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。それじゃあ行くぜ。これで決めてやる。はい、何の、はい、よし、クエストクリア。しゃあ、見たか俺様の実力。よっしゃー、撃破したぜ。おい、クライン見ろよ。あれはもしかして、鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。助かったぜ、キリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかし、たまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組み上がるからな。俺にも一人くらい分かってくれよ。なんだか知らねえけど、全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たら、みんな見直すと思うけど。だからパーティーを組むまで至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけど、クラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中で、みんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてるな。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても俺はアスナを選ぶな。へえへ、相思相愛ベタボレですか。ったく、一人目の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし、町に戻るか。せっかくだからエギリにも自慢してやらないとな。キリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、先に行くなよ。